まあ、神話学っていう学問は基本的にはやっぱ比較していくっていうことが、まあ、あると思っていて、で、まあ、これはあの19世紀の、まあ、神話学者の神話学の祖と言われる、人でマックス・ミュラーという、神話学者がいるんですけれども、その人がですね、まあ、一つの、 あの宗教しか知らないものは宗教を知らないのと同じだというふうに言っていて、いろんなものを知った上で、日本はどうなんだろうかっていうことを見ていくっていう、そういうのが、まあ、方法だというふうに思っているんですね。はい、神話という、まあ、現象といいますか物語のジャンルっていうのはおそらく、まあ、人が人の心を持つようになってからと同じぐらいの歴史があって、でやっぱり神話を持たない文化もないし、まあ、民族もないっていうふうにまあ言われていて、でその、まあ、ことを研究するのが神話学なんですけれども、その時に、まあ、必要なのはこう比較をしていくっていうことなんですね。で一つのあの文化の神話だけを勉強するんじゃなくて、さまざまなこう神話をこう比較して対照させていきながら学んでいく、それによってこう人類のこう最も古い物語である神話からこう人間のことだったり文化について考えていくという学問なので、神話を勉強することで人間について文化についてより深く考えられるようになるんじゃないかなというふうに思っています。あの日本の神話というのは8世紀にまとめられた古事記や日本書紀、また地域地方のですね伝承をまとめた不土記というのがありまして、そのあたりをですね勉強していくっていうのが日本の神話の最初の取っかかりになるかなと思います。神話っていうのはさまざまなこういろんなこう始まりだったりとか、そういうものをこう神様たちの活躍を通して伝えているんですけれども、その、まあ、神々っていうのは、日本にたくさんある神社で、祀られていますので、その、まあ、一番神話を身近に感じる場所としてはその神様が祀られている神社を訪れてみるというのが、まあ、あるかなと思います。神社っていうのはこう確かに年に1回行く、でもそれって大体初詣なんですけれども、でも初詣って日本人の大体7割から8割ぐらいが行くというふうに言われていまして、それだけ多くの人が訪れる場所なんですけれども、何かというと神様を祀る場所なんですね。だからそんなにたくさんの人が行くのに意外と知られていないという場所でもあるかなと思います。日本人の7割から8割近くが初詣に行くというふうに申しましたけれども、その中でも一番、初詣客が多いのが東京の明治神宮になります。だいたいお正月の三が日で300万人の人が訪れるというふうに言われていて、その300万人っていう数字は世界中の、まあ、イスラム、を信じている人たちのことをムスリムと言いますけれども、世界中のムスリムが一生に一度は行きたいと思ってサウジアラビアの、メッカに行くのが、その大巡礼、それが大体ですね300万人というふうに言われていて、やっぱりニュースで、巡礼っていうと ものすごい群衆が、メッカに向かっているというですね報道のされ方しますけれども、人数的には明治神宮の初詣と同じか明治神宮の方が多いぐらいなので、そうやって見るとですね、なんかすごく、日本人って、信仰熱心なのかなというふうに、思われる一方で、日本人は無宗教だっていう言い方もされるんですよね。それはこう年に1回ぐらいしか初詣に行かないっていうふうに、言うと、で、初詣で神社に行くと言ったら、年に1回だっていうと、確かに無宗教っていうふうに言われてもおかしくないような感じなんですけれども、でも、
1年間で言っても初詣があったり、お彼岸があったり、盆踊りがあったり、クリスマスがあったりっていうふうに、まあ、考えると、まあ、我々日本人の宗教との関わりっていうのは非常にこう、たくさんあって、で、それは結構こう多様な関わり方で、でどっちかっていうとこう宗教を信じているっていうよりも、まあ、宗教に関わる行為を行っている、なんか振る舞いといいますか、習慣として行っている、あんまり宗教だっていうふうに思っていないっていうことだと思うんですよね。でも、まあ、他の地域の人たち、他の宗教文化の人たちから見てみると、あ、それってものすごい宗教熱心な人に、まあ、見えるかもしれないということで、自分たちがどういうつもりでそういうことに関わっているのかっていうことを、こう他と比べながら、あるいは他の文化の人たちにどういうふうに説明していったらいいんだろうかっていうことは考えてほしいですよね。まあ、神社っていうのは日本に大体約8万社あるというふうに、まあ、言われていて、ものすごい数が多くて、で全ての神社に神様が祀られているっていうことになるんですけれども、まあ、とはいえ8万種類の神様がいるわけではなくって、で同じ神様が複数の神社に祀られているっていうことも、まあ、多くてですね、で、その、まあ、神様たちっていうのをこう見てみると、私はこう3つの種類に、分けられるんじゃないかなというふうに、まあ、考えていて。